どうも、井上マーですよ。どうも、データマーののびれさとでございます。どうも、どうも,教員もよろしくお願いいたします。ということで、今日はミルアカちゃん、こちら、どん、でたクエスチョン、清水エスパルス、好調の理由はいやー、ねえ。これは知り,知りたいですよ、知りたいですよ、お願いします。はい。はい、ええー、今週末、まあ、第11節行われますけれども、まあ、第8、9、10節と、脇場監督になってから、はい、リーグ戦では清水、まあ、負けてはないと。 ちょっとルバンではね川崎に6失点なんてこともありましたけど、はい、まあ目場違うんでね、それはね。ということで、一体リーグ戦、どんな感じで内容変わってきたのかなってことをデータでいろいろ聞いていきたいなと思います。ということで、ミロアカは毎日やっております。朝晩出しております。サブチャンネルもやっております。データマンとコメディアンで今日もお送りします。はい、どうぞ。お願いします。と <laughs>、はい、いうことで、今日のシート1枚でございます。はい、こちらどん はい、はこちら、清水は何が変わったかということで。何変わった左側はまあ最近のとりあえずメンバーとりあえず上げてますけれども、まあ右側にいっぱいなんかデータ上げております、はい。はい。 まあ一応下の、右下の部分に一番の答えは書いてあるんですが、それはちょっとあの、後半でお伝えできればと思って、はいます。見ないときます。い。はい、大丈夫、隠してるから,からね。<laughs> ああ、そうなのか。はい。はい。はい、えー、ってことで清水スパルスさん、まあ去年のね、夏から監督変わって、第、今年の第7節までは、はいえー、ブラジル人指揮官のセリカルド監督が務められておりましたけれども、はいえー、8節からは、えー、去年は三の監督を務めていた秋葉さんがね、今年からヘッドコーチでしたが、まあ ここから監督にに就任という形になりました、はい、でので、まあ、今回、ですねこんな感じで1節から7節までの平均的なデータとその後第8節、第9節、はい、第10節でそれぞれどんなスコアだったっけどんなデータ残したかなっていうことをそれぞれデータでまとめてみましたと。はい え黄色になってるところが、いわゆるゼリカルド監督体制時よりかはまあ良くなったみたいなところで、ピ、うん、ックがある意味では悪くなったところと思って見ていただければ、うん、いいかなと思いますよと。あるんですね そうですね。はい、なんで、まあ上からざっくり見ていくと、え、もともとゼリカルド監督自体は1試合平均得点が0.57と、実は1試合に1点も取れてなかったんですよ、ねうん。なるほどね。はい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 。だけどまあベルディ戦では2点取れて、うん、まあ戦隊戦は1点でしたけど、山口戦では6点取れたと思ういやそうですよ。<laughs> なんじゃそらってことケチャドバ的なね。そうなんですよね。はい,はい。で、まあ分かりやすいのは、 じゃあなんでそんな点取れたのかと言ったら、やっぱベルディー戦とか山口戦ってのは、それまでの体制時よりも、やっぱシュート自体、まあ、まあ特に枠内シュート自体をたくさん打てていたからっていうのがまあ結論としては挙げられるかなと思いますと。ただよく見るとさ、まさも皆さんも、こちら、あの、アタッキングサードに侵入した回数ってこともちょっとデータまとめてみたんですけど、はい、実は第7節までの1試合平均侵入回数が、 57.71回と1試合平均でだいたい60回ぐらい敵陣の奥の方に侵入できてたんですって。はい,はいはいはい。それが秋葉監督になってからはめっちゃ減りまして。へえー、あ、そうなんですねそう。40回程度に20回も落ちてたんですよ。はい、ちょっと意外ですね、これは。この回数減ってる。そうなんですよ。はいはい,は,いはいはい。だけど、その1個上で、はい、相手のペナルティエリアの中に侵入した回数で考えると、はい なんか今までと全然この秋葉体制でもゼリカルド体制でも特に変なんか遜色ない数値だってことが分かりました。はい。まあどう言っていいか分からないですけど、まあ無駄打ちみたいなものが減ったってのはなうん言えるんうん、ね、言えるか必ずペナルティーエリアまで行く確率が上がってるってことですね。っていうことと見てもらっていいんじゃないのかなと思いますね。なるほどね。 結局はボール保持率とかもそんな変わってないので、うんうん、要はアタッキングサードに侵入する回数だけは減ったんだけど、ペナルティーエリアには入れてるし変わらず、ほうほうなんならシュート打つ回数は増えたっていう。そうかで、得点も増えてるっていう。なるほどね。っていうことがちょっと分かってきましたよ。攻めているようで突っ込めなかったっていう状態から、 うん、それほど攻めてないように見えるけど、実は効果的に突っ込んでるよという。そうなんです。<ー>今、今皆さん、まさか素晴らしくいいことを言ってくれました。<ー>これがあれでまたいただきますのでお待ちください。<laughs> 転がされてる感じがする。ちなみにその人は今度はディフェンス面の方を見ていくんですけど、ディフェンス面は元から実は清水の J2 であの町田とか秋田さんとか東京ベルディさんとかよりも、いろんな出た実は優れてるチームになっていて、<laughs> はい、あの実は自陣にほとんど攻め込ませてないチームだったりするんですよね。はい だからここは、前の体制から、まあ、ほぼほぼ引き継いで、そのままいい数値を残しているっていうのが大体でございました。はい。ってことは、じゃあ、何が変わったのかってことが、なんか、下の方にこのオレンジで書いておきました。うん。このデータを開けるまで、まあ、佐藤がいろいろ話した。だけど、まあ、要はこの蓋を開けたら分かるよと、ういうといこれが蓋なのね。そうなんですああ、そういうことか。なんで、ここのものを見ていただくと、秋葉体制になって何が変わったのか、一目瞭然でした。はい。いきます。せーの、<い>ドン。 あ、変わない。はい。はい、こちら。はい。あの、はい、ディフェンスのデュエルと空中戦っていうものをちょっと見てきたんですけど。はいはい、はい、これが勝った。そうなんですよ。よぉ、ほだ。まず、ディフェンスのデュエルってところなんですけど、はいはい、えー、こちら基本的には、あの、ディフェンスのデュエルって基本的に60%勝つのが平均って言われてたりするんですけど、 もともとは清水は、えー、第7節までの平均が55.56%と、うん、リーグ平均割ってたんですよ。てか、22チーム中、確かに18位か19位ぐらいの成績だったんですよ。そうですか。そう、だから、要はディフェンスのデュエルっていうんであれば、うん、要は、攻め込ませることは相手にほとんどないんだけど、はい、その攻め込まれちゃったところのデュエルで負けちゃって知ってみたいな感じなことが正直多かったんですって。だけど、それが、 え、残りのこの8節、9節、10節ってところでは65.56%と、約10ポイントアップですね、これは。うん、<laughs> はい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 。っていうことで、リーグ平均も超えて、この3試合に限って言えばリーグ上位のところの成績になっております。はい。秋葉イズムみたいなものが、やっぱ何かしらこう、闘魂注入されたと言って間違いないんじゃないかなと。はい。そしてもう一個その下のエアバトルというもの。まあこれはわかりやすく空中戦ですけど、うん、 こちらももともとその第7節までだと50%切って47.2%という平均でした。それか8節9節10節の秘密の,の平均だと57.56%。大きく超えた。そうなんですよ。<ー>ディフェンスでもこれ一応あとオフェンスでもそうだったんですが、<ー>結局デュエル全体的に10%以上上がったんですよ、はいはいはい、これはどうして監督変わってこんなに変わるもんなの 何かこうよりシンプルにするものがあったとかもしくはだからよりそのデュエルで戦えるように何かまあ秋葉感とか何かこう残したものはあると思うんですけどその何かのそのまあ魔法によってって言ってたらあれですがまあ清水が改善されたっていうことなんだろうなと、ね、で実際ねあの第7節がそのリカルド大聖時も言われてたのか、うん これあの監督もそうだし、コーチの秋葉さんもそうだし、なんならフロントの皆さん、あとゴンダさんとか選手の皆さんもそうだったんですけど、いわゆるお互いのペナルティーエリアのところ、うん、敵陣でも自陣でも、そこでのデュエルがうちはちょっと弱いんだなんてこと言ってましたから、そこが改善されただけでというか、うん、これだけ得点変わらん得点というかね、うん、状況変わるっていうことになってるので。もともとでも攻撃回数とか悪くなかったわけですもんね。 そうなんですよ。要は、唯一言えば決定力だけは悪かったんですけどーー。なるほどね。そこの質をどんどん上げたっていうことですね。そうなんですよね。すごいな、うん、ラストピースはデュエルだったんじゃないかっていう仮説が成り立つわけですね。そうですね。しかも皆さんがおっしゃってた仮説がそのまま改善されたら、やっぱりいい結果につながったってことなので。<laughs> そのスペシャリストが秋葉さんだったそうってことなんですね。<ー>だから我々はなんとなくほら、やっぱサッカーって監督じゃないかとか、戦術じゃないかとかいろいろあったりするけど、やっぱなんか選手監督の皆さん聞いてるハートだとか気持ちだってこう海外でも国内でも言われたりするけど、 やっぱデュエルってちょっとその気合とか気持ちみたいなものが乗ってくるもんなんだなってことを改めて分かったなというのがありました。なるほどね。入ってなかったわけじゃもちろんないんでしょうけどね。より高いものを要求されてというところも、ねえっと。そうですね。ねう<ー>いうことが分かりました。まあ、脱力のある方が多いですかね、特にね。 そうですねだからそうじゃない部分で上手だったりするからっていうのもあったんですかねかやっぱりこうなんか日本人をこう盛り上げるのはやっぱ盛りやすさもそうですけど代表だと、はいはい、やっぱ日本人監督の方がもしかしたらそういう部分って得意だったりするんだろうなとね見えてる、うん、何を持って何をしてるんかとかね上手にう導いかそういうことですぶやいてるのかななるほど。 ということが、はい。ですね。はい。間違いないです。です、いつも、名監督。はっははは。はということで、秋葉監督の手話にこれからも期待ということです。ああ、わかりやすかったです。ありがとうございます。いや、今日もね、のみちゃんね、よかったよ。ありがとうございます。いや、すいません。偉そうです。最先月受講生に予想していただいていません。偉いつもいただいてますんでね、明日からもくださいね。 もちろんで。お願いいたします。毎日やってるミルアカでございます。えー、チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。いますということで、ありがとうございました。ノーミルク佐藤でした。先生、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。また,またね